こんにちは。先日、私のチャンネルがチャンネル登録者1000人を突破して収益化されました。これもすべて、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。ありがとうございます。この動画では、これまでの経緯を振り返りつつ、このチャンネルの今後の方針などについてお伝えしたいと思います。それでは、早速、いきます。まずは、本当にありがとうございます。もともとこのチャンネルは、2018年10月6日に登録していました。およそ6年前ほどですね。ブログの補助として時々動画にしてあげていました。 YouTube を本格的にやり始めたのは今からおよそ1年前の2023年の5月16日からですね。そう、任天堂スイッチの大作ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムの発売日でした。マップが地上、上空、地下と立体的でブログでは攻略について説明しづらかったこともあり、 YouTube でやるかということで本格的に始めました。もともと YouTube の1000人は目指すつもりはなかったものの、登録者も少し増えてきました。そこであることを思いつきました。このようにすれば登録者1000人に達しないと新しいゲームが購入できないため、頑張る可能性があると思いました。またこの時は私自身かなり遊んでいて制御をしなくてはと思っていた時期でもありました。チャンネル登録が100人くらいの時でした。楽に達成できるだろうと思っていましたが、甘かったです。登録者が2人増えたと思えば、次の日は3人減ってマイナスになる日も多々ありました。当時は、ほぼ毎日投稿していたのですが、登録者が減り続ける日もありました。あまりにも想像以上に増えないため、逆にチャンネル登録0人まで減らす自虐的なネタを考えたこともありました。ただ、暇なのとゲームが好きで、これはクエスト、いわゆる試練だと思って出し続けました。そして、出した動画の何本かが視聴され始めて、再生数が多かったものはチャンネル登録をしてくれた方が多かったです。ただ、他に比べて果たして質が良かったのかはわかりません。どちらかというと発売日から近い時期や旬な動画が伸びたという印象です。例えば、ドラゴンズドグマダークアリズンは、続編が出る2が発表される前にたまたま動画を出しており、急に伸びました。二階堂森吉の動画は、最新の信長の野望、新生の40周年人気投票でたまたま1位になり、インパクトのある顔で知らない方が見てくれたと思っています。自分も何をしたのか知らないけれど顔だけは覚えていて興味があったので動画を作成しました。YouTube の規約上、データを見せることはできませんが、登録者と再生数の伸びはこんな感じです。急に伸びることもなく、上下を繰り返しながらゆっくりと上昇していきました。ショート動画は、チャンネル登録をしてくれる方が多い気がしました。短い動画のため、気楽に見やすいので再生数が増えやすい傾向があります。TikTok は、クオリティ重視で問題がなければ最低100人ほどには見てもらえる仕組みで、規模が小さくてもより伸びやすいです。今考えるとショート動画のみの方がチャンネル登録1000人達成は早かったと思っています。こうしてチャンネル登録1000人まで到達しました。なかなか思うようにいきませんでしたが、諦めずに続けられたのは、コメントやメッセージで応援してくださる方々がいて、とても励みになりました。あの時の皆さんの反応が、新しいゲームをしたいという願望とともに大きなモチベーションの一つとなりました。本当にありがとうございました。ゼルダの伝説の攻略動画などは発売日から8ヶ月経っていても続けていました。特に祠の攻略などは大手ゲーム情報サイトの動画でも伸びにくく、需要が少ないものの続けていました。発売日からすぐに出した動画は閲覧は多少はありました。攻略系はどうしてもスピード勝負になってしまいます。それでも続けていたのは、ゲーム自体が面白くて続けていた点が大きかったです。動画ファイルの録画時間は撮り直しを含めて1000時間を超えていました。こうした需要に反して満足するまで止めない自分のエゴもありましたが、皆さんのおかげでチャンネル登録1000人に到達しました。本当にありがとうございました。チャンネル登録について。
チャンネル登録ありがとうございます。チャンネル登録1000人という目標は達成させてもらいましたが、今後はチャンネル登録の数値の目標はありません。数値にこだわってしまうと、趣味の領域を超えて仕事になってしまいます。また他の YouTuber さんを見てもらうとわかると思いますが、チャンネル登録者数は決して再生数につながるわけでもありません。数値だけにこだわらず、ゲームの本質に注目して良いゲームを動画にしていけたらと思っています。動画に上げるゲームは、しばらくは過去に所持していたり、無料のものや Nintendo Switch Online のサブスクのゲームの紹介や攻略、何か楽しんでもらえそうな企画などを上げていこうと思っています。収益化されたとはいえ、どのくらいの収益になるかは今の時点ではまだわかりません。再生回数からもそれほどの額にならないと思います。現在、YouTube の広告収益が落ちているとも聞いています。興味のある方もいると思いますので、こちらは後にチャンネル登録1000人でだいたいどれくらいの収益になったのかは、今後、報告しようと思います。最近、Nintendo Switch の後続機に関するアナウンスが今期中に行われると Nintendo から発表がありました。早ければ2025年の初旬には発売されると思います。こちらはできるだけ発売日近くで欲しいため、収益でやりくりしながら貯めていこうと思っています。ゲームの種類は様々なジャンルを取り扱おうと思っています。YouTube のデータを見て、特に登録者さんの好みに合いそうな面白そうなゲームを選んでいこうと思っています。その一方で興味がなさそうなゲームも紹介したいです。というのも今までにプレイしなかったゲームを遊ぶことで新たな視点が生まれたり、実は食わず嫌いで面白いゲームだったということもあるからです。現在、インディーゲームの飛躍をはじめ基本料無料だったり安くても面白いゲームはたくさんあります。ただし、ソフトの数が多すぎて全部遊ぶのは時間がかかるため、どんなゲームなのかざっくりとまとめて紹介して興味を持ってもらえたらと思っています。プレイしないゲームについて。またプレイしないゲームもあります。それは自分の力でコントロールできないゲームです。かつてファイナルファンタジー11というオンラインゲームで毎日20時間ほどプレイし続けていたことがあります。当然、体調などはおかしくなり、実生活にも支障が出ました。それだけ熱中できた面白いゲームですが、生活に支障が出るレベルは問題があると感じています。ドラゴンクエスト10、ファイナルファンタジー14も同様にハマってしまいました。ネット上のみんなとプレイする必要があり、ソロでは大きな制限があるオンラインゲームは今後プレイしないかもしれません。オンラインゲームは、コントロールできる方にはおすすめです。正直なところ、ゲームが面白くなくとも楽しめます。なお、悪いのはコントロールできなかった私です。オンラインゲームは、国、性別、年齢、そんなものは一切関係なく、フィルターをかけずに、対人と人で仲良くなれる点が最も良い点です。公平で対等の友達、フレンドができやすいです。実生活に支障が出ず、コントロールできる方には本当におすすめです。またオフラインでもやりすぎのゲームは動画にしない予定ですが、信長の野望、神聖は購入して動画にします。このチャンネルは信長の野望から登録してくれた方も多いこともあります。ただし、プレイ動画よりも今までのようなショート動画が多いかもしれません。購入後はコントロールできるように努めますが、できなかった場合、第三者を雇うか、ライブ中継にして時間を決めてプレイしようと思っています。ゲームレビュー、感想に関しては幅広く行っていきたいと思います。ただし、あまり辛口にする予定はありません。辛口レビューを望んでいる方もいるかもしれませんが、自分には合わなかった可能性もあるため、合わなかった点も伝えながらも、できるだけ魅力を伝えていきたいと思っています。あまりにひどかった場合は、レビューはボツにするか短くして、まとめ動画にでもする予定です。AI について、最近の私の動画のゲーム音声は、ほとんどが AI を使っています。この声もそうです。ここ最近での AI の急激な進歩のおかげでだいぶ YouTube の編集は楽になっています。この音声は、機械音っぽくて、まだ AI が話している感覚はありますが、今やほとんど実際の人が話しているようなレベルに近づきつつあります。例えば、この歌は AI で作りました。実際に人が歌っているように聞こえる人も多いと思います。この前、君と久しぶりに会った。ますます美しさが増しているな。いろいろとハゲネズミが不満を言っているようだが、今後どうだ。
女らしく堂々として嫉妬などしないようにこの古城はあいつにも見せてやる。いかがでしたか？歌詞はともかく、パッと聞いただけではわからないレベルに到達しています。またこちらは AI が作成した画像です。驚くのは、もちろん人間っぽいということもありますが、以前よりも簡単に作れる点です。少し前は英語で複雑に指示しないと、このレベルはできませんでしたが、今は例えばこの画像は、女性、20代、日本人と日本語で指示するだけで完成しました。絶対は絶対にありませんが、絶対と言って良いほどこれから AI は浸透していくでしょう。まだ実践レベルではありませんが、シナリオを書くだけで動画にしてくれるものも生まれてきました。したがって、将来性はあるものの、規約範囲内の補助的なツールとして今後も AI も使っていきたいと思います。以前は難しかった声の感情による抑揚や自分の声などもよく聞かないとわからないレベルにまで発生することも可能になっています。将来的には動画のクオリティを上げるために収益からそのような AI ツールの購入にも当て、規約の範囲内で使っていきたいと思っています。最後に、ここまでご覧いただきありがとうございました。改めて、1000人のチャンネル登録者を達成できたこと、本当に嬉しく思っています。これもすべて、応援してくださる皆さんのおかげです。心から感謝しています。今後も登録者や再生数を稼ぐ方向には走らず、皆さんに楽しんでいただけそうなコンテンツを無理なく提供していきます。ぜひ引き続き応援よろしくお願いします。新しいシリーズや企画もお楽しみに。もしこの動画を楽しんでいただけたら、いいねやコメントをお願いします。また、まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひ登録していただけると嬉しいです。きつい時や辛い時もあるかもしれませんが、それも生きている証であり、後から良い思い出になるため、無理をせずに長期的に継続していこうと思っています。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。